はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説、現在レースの街周辺ということで新しい世界に来ました。こっちの方に多分街が見えるんで行きましょう。敵はまあいいかな。あ、下の方にちょっと発掘ポイントあるね。先に発掘しますか。ここの世界はもういわゆる小世界なのでレースの街しかないです。今発掘アビリティってつけてたっけ。あ、つけてたね。じゃあ回収して雷神の剣か。剣が結構余ってるよね。どっちかっていうと素早さ系のものが欲しいけど、あとはこの街で何が売ってるか。てか江戸行ってから買いたいっていうのもあるんだよね。ここも発掘ポイントなんで発掘しよう。ペパーミントの茶葉、これはプレゼント用か。まあ、まずは武器屋で、フレームソード、飛び膝蹴り、サイコソード、解放者です。44マグナム、バズーカ。バズーカはグループか。サンダーアークス、どうしよう。ちょっとこのままでいいや。いらないもんだけ売ろう。なんかある？ラヒチンの剣とかもなんか早速いらねえんだけど、売ろう。オリハルコンの槍も結局11だからね。産後の剣が13か。まあ、一応予備用で。いや、オリハルコンももういらないな。で、ペパーミントを預けるでしょ。魔術の杖は全体攻撃か。まあ、とりあえずこんなもん。で、防具屋は見よう。で、あ、ドラゴンアーマー売ってんじゃん。これ耐性があるんだよね、確か。26,000円使おう。1、2、3。で、アイスシールドは大丈夫。じゃあ、1人1個装備させよう。巨人の固定はドラゴンアーマー。で、巨人アーマーよりは防御力は高いよね。いや、力がめっちゃ下がるな。10。いや、でもドラゴンアーマー。こいつゴールドアーマーだったの？知らなかった。防御力めっちゃ低い。41まで一気に上がるね。よし、OK。これで防御面、愛人の防御面がかなり強化されたんで。で、巨人のこといらないでしょ。アーマー13,000で売れる。ゴールドアーマーは1,000円。よし。じゃあちょっとここら辺の街の人の話を聞いていきますか。全世界から秘宝を狙い、すごいやつばっかり集まったという話だ。ここはミューズに会いに行く。行かない。そういえば裏闘技場みたいなところ、なんだっけ、冥界の闘技場だっけ、あれやってないな。まもなくアポロン様主催の大レース大会が開催される。あ、そうなの、これアポロンが主催してんの。こっちの方に家がある。さっきまで人で賑わってたのにみんなレースを見に行ってしまった。これ何の館？アポロンの館じゃん。え、ここもアポロンなの？全く同じ像だな。え、自分の像を作らせるってさ、どうなの？アポロンいるのかな、ちなみに。あれ、この先がある。いる。話しとこう。ここのレース場でドラゴンレースを開催します。君たちもぜひ出場してください。途中の難関をクリアすればなんと秘宝が手に入るのです。なるほど。まあ、難関って敵をぶっ倒すだけだけどね。結構ね、強かったと思うんで、肉食いにはかなり良かった気がする。じゃあと上行って、そこの厩舎でレース用のドラゴンを貸し出している。高いやつほど速いドラゴン。まあ、そりゃそうでしょう。高い金払って遅かったら詐欺じゃん。
465回、愛人が死にそうだし、てか足が一回死んだんだな。回復して、まあ少しでも節約しましょう。で、紅茶を預ける感じかな。サイコソードもちょっと当分はいらないから預けておこう。稼ぎのところになったら引き出してくる。でミカミックスの魔力もちょっと上げていく。で酒場でまた情報収集して、ウサギとカメの話は知ってるよな。まあ世の中ああいうものだよ。ここは誰もいない。でここがイベント、こっちは生徒だから、こいつ同じやつ。いや、さすがはアポロン様、これは面白いレースになりそうだ。モンスター配置してるからね。ここではドラゴンを貸し出しています。うちのドラゴンに乗るかい。こいつなら優勝間違いなし。1000、ちょっと全部見よう。1、2、800、どんどん下がっていく感じだね。600、ここタダだった気がする。乗り手がいないんだ。足は遅いがいいやつなんだな。乗ってくれよ、タダでいいよ。ちょっと一回セーブして一番速いやつにします。肉もね食いたいんだよね。よし、1000円。あ、間違えちゃった。はい、いよいよレースがスタートします。参加選手位置について、しまった、出遅れました。でもこれさ、ドラゴンというよりさ恐竜じゃね。別にいいけど、じゃそんなに速くないんだけど。なんかゲームボーイ版だとさ、なんか制御不能なくらい速かった気がするんだけど。え、これ遅いやつってどんくらい遅いの。あ、でも敵は倒せるよね。で、これ難関なんだこいつ。敵が襲ってきました。アダマンタイムすげえいっぱいいんだけど。え、どうする。ちょっと一回先行弾みたいなの使おう。サンダー、サンダーサンダーでやっちゃおう。ほら、よし、サン毒斬り、これやばくね。あ、食らうよね、ダメージ。やっぱりやばいこれ。あ、スタン効いててよかった。てか強え。いや、1体残ってる。いや、1体とか1体しか倒してねえわ。全体攻撃されるとめちゃ厳しいんだよね。で、毒斬り連発されても厳しいんだけど、雷神の剣。いや、死ぬ、ペット死ぬ。ペットが死んだら肉が食えん。死んだ。スタン回復ゼロ。スペース上がった。酸性覚えた。サンダー忘れた。肉これ食えないよね。だって誰も食べられない。マジか、食いたいこれ。ここでセーブしてちょっと肉食います。力のマギ手に入れたけどリセットします。よし、肉食べよう。なんか強くなれ。ファイアモス、ファイアモスって結構強いんじゃん。サンダー継承した。3、4回粘った。で、秘宝ゲットしてドラゴンたちも必死に走ってます。で、セーブしちゃおう。で、ファイアモスちょっと見よう。
炎あるね、触るとやけど、サンダー継承してるから、警戒持ってんのがいいな。不意打ちを食らわないで済むんで、ちょっとファイアモス、当分ファイアモスにしておきたいけど、ここの最後に出てくる敵も強いんで、そいつの肉も食っておきたいっていう気持ちはある。こいつ人型か分かんねえ。ガスト、あ、肉落としそう。炎の方が効きそうだな。サクッといこう。え、まだ倒せないか。握手ゲッツてか敵強え。愛人炎、よし。肉落ちてる。これ食ってさ、変なのに変身しちゃったらリセットしよう。あ、ラミアだ。ラミアの変異種、触るとやけど継承はいいや。ラミアもなんか強いんじゃん。ここら辺にいる敵は強いから、ちょっと能力を見よう。早くも脱落者が出た。そう、これ遅いドラゴンにすると早いドラゴンの人たちが敵を片付けてくれるんですよね。尻尾、魔力が高いよな。魔力74ある。ケアルもある。あ、これいいな。警戒なくなったけど汎用性が高い。ブリザードファイヤー、ケアル、業種もあるし。え、ちょっとラミアにしよう。警戒なくなったのはちょっと惜しいけど、汎用性の高さはラミアの方が高そう。さて次、もう多分どんどん肉食ってきて、ラフィアじゃねこれ。敵が襲ってきた。ラミア2体、2体だったらちょっと舐めてかかるけど、尻尾でいこう。尻尾の強さをちょっと見ておきたい。244、それなりか。痛い。であと全力でいこう。ブリザードとサンダーどっちが強いの。サンダーでいいよ。ブリザード使ったほうどっちが強いか分かんねえから。よし、 OK。 最大ヒットポイント、素早さ、いいね。愛人が上がんないのかな。肉狙ってる時にね、愛人やっぱりちょろっと上がったりしたんだけど、肉落とした時に上がんなかったのが痛いね。難関だらけのこのレース、一体どうなんでしょう。で、ガラクタはハイポーションで回復させて、ペットのケアルで回復しよう。いいね、回復量が違う。もうセーブしちゃおう。で、次が最後かな。目ん玉、この目ん玉が強いんだよね。破壊光線持ってるんで確か。ウォッチャー3体か。どうする、これ一回投げとこう。ライトサーベル、何に弱いかだけはちょっと確かめておこう。ブリザードすげえ。あー、542とか。ミスターマイヤー一人、あれだね、スタンしてるね。ケアルで回復するか。いや、これまだ倒せない。スタン回復、大事抜きが当たらん。154しか回復しない。しょぼすぎる。攻撃に走るか。やっぱ魔力が弱いんだよ、愛人ちゃんの。力、魔力、素早さ、肉。よし、オッケーオッケーオッケー、食おう。さあ、どうなる。ダミアからアダマンタイマイ、どうなの。確かにアダマンタイマイ自体は強かったけど、ヒットポイントめっちゃ高いね、572。ここら辺のクラスはみんな強いな。
誰になっても使える。竜の角笛って何？高速移動。今高速移動使えんの？アダマンタイマイ見よう。チャージ、毒斬り持ってんじゃん。魔法攻撃、あ、でも魔力も普通に57あれば高いよね。で、これは回避でしょ。ケアで持ってんな。丸毒、うん、汎用性は確かにあれだったけど、まあ、結構上がったからね、能力が。愛人魔力と素早さ両方上がったのでかいから、ちょっとここはもう掘りいっちゃおう。防御高いな。じゃあペット全面に出そうかな。メカの次に強いよね。体力変えよう。ここはペットを前に出して愛人を一番後ろに下げよう。でそこから星屑の杖でちょっと回復させて、これでもう敵はいなかったはずなんで大丈夫でしょう。そこら辺の敵と戦ってみる。どれくらいのものが出てくるか。いっぱい出てきた、いっぱい出てきたけど、うん、なんかサクッとやっちゃおうか。毒斬りの強さを、うん、まあ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 いいんじゃん。毒を付加する分若干攻撃力が落ちるけど、雷神の炎よりは強い。何も上がらないしね。じゃあレース自体はもういいか。このまま突っ走ってゴールしましょう。これ完全ドラゴンじゃない、ただの恐竜だよな。ゴールイン、優勝はミカミックス選手、おめでとう。優勝したことによる対価はない。おめでとう、おめでとう、おめでとう。これだけだな。これでもここの世界には用はないんで、おさばらしよう。じゃあ次の世界へ向かいますか。次はもう江戸だった気がするんで、まあ、江戸はね結構強い武器とか防具があったと思うんで、敵も強くなる分ちょっとこっちの戦力も強化していかないといけないんで。ただね、ドラゴンメイルはねやっぱり耐性がかなり強いんで、まあ、ちょっとドラゴンメイルはそのまま装備しておこうかなと思います。ちょっと待って、またさ迷うんだけどさ、こう来て次こっち開けばいいんだよ、新しく。ここ OK、 扉が開く。でそこからこっちへ行って降りる。マークだけしたら、ちょっと今回レースだけだったんで時間があるんで、なんか裏闘技場みたいなところ行ってアシュラ倒してみますか。ちょっと待って、こいつ早い。おお、2チェインワイバーンとか先制攻撃いいね。え、どれファントムにやるか。毒斬り、ライトサーベル、炎、速攻で型をつける。え、属性ガードされた、まあ、しょうがない。じゃ炎させていいや。でケアル、雷神、ライトサーベル、霊気丸がつく、ぜひつくんだ。ガードされた。まあでもこれで上がる要素はできたから。てかもうミスリルの弓がちょっと弱いよね。チャージやってみよう。サンダー、え、当たらねえんだけど。力ばっかり上がっていくな。じゃあちょっと掘りますか。
力のもと。なんかさ、宝箱色違った、わかんない、一瞬だったから。で、ここどこ、奉行所か。奉行所に、あ、発掘だけしてこう。今奉行所に用はない。金塊、金だな。ちょっと待ってね、マップアビリティでテレポートにして、で大江戸の世界がブックマークされてるか。街だよね、やっぱり江戸城周辺、多分ここら辺に来るんだろうな。あ、それか出入り口のところがブックマークされたのかな。まあ、ちょっとここに行こう。で、城下町。で、城下町がブックマークされてくれてると助かるんだけど、ないな。江戸城周辺でどこに行くかだよね。で、ここ、越後屋を覗いてから行こう。いいものが売ってるんで。フレアの書5万円、竹、買えねえし、ドラゴンソード、レオパルド2欲しい。けどレオパルド2落っこってんだよね。ミサイル全員か、200か。でも200の全員ちょっと弱いよな。全員っていうのは魅力的だけどね。山嵐売ってんな。山嵐ってさ、今キック装備してるじゃん、素早さのやつ。これ増えるかな。いいや、買っちゃおう。36000円。ガラクタクのこれキックよ、キック、これを山嵐にする。どこだ、55まで増える、35から55まで増える。これにしよう。 OK、 これでだいぶいいね。魔力がマジで弱いな。で、さすがにもうキックはいらないんで、手榴弾もいいや、売っちゃおう。で、金塊4000円安。で、キックくらいか。力の元とかは預けちゃおう。じゃあちょっと裏闘技場の方に行きたいと思います。てか亡者の闘技場だったね。挑戦する。で、パーティーはもうだってこれでいいでしょ。アシュラ、山の神、ビーナスまでいいのか。これは一人だな。で、1234、ビーナスはきつそうだな、さすがに。アシュラはもういけるでしょう。こいつ火力がないな、今思ったら。これしかない。効くのっていう。毒斬り効かなそうだから、チャージで攻撃するしかないでしょう。で、全力でいこう、もうここは。うわ、こいつもナイトサーブしかない。よく考えたら。回復薬にもあるか。ほら !369 スタンした。普通にスタンするな。100、チャージ400、100。しかももう一番後手だからね、こっちの素早さが勝ってる。ほら使おう。連携、電光石火、ただ結構強いな。ウラアシュラ、今スタンしなかった。俺は愛人と連携をしたいんだ。ピカミックスと愛人が連携をしたい。効かんよ。完封できそう、完封できそうだけど、何気にターンはかかってんな。くらい。いや、強い強い強い、めちゃ強い。いや、負けることはないと思うけど、もうひたすらこの連打だな。スタンさせて、殴って、連携発動させて、倒した。231キロ、しょぼ。相思相愛、こいつをプレゼントだ。流し目。いや、流し目ってそんなに強くなくね。アシュラだからか。山の神も、ちょっとやってみる。山の神きつそうだな。これ使ったやつは全部のまた元に戻るはずだから、全力でいける。山の神ってこんなんだったっけ。
ビーチサンダーで装備してもよかったかな。まあいいや、サンダーとか効くのかな。サンダーを試してみよう。スベスタの、あースターはしないな。属性ガードされてる。てか山の神硬い、やっぱりもう硬い。一斉射撃ゼロ、弱い。また自力品かこれ。あ、サンダー入る、サンダー入るのはでかい。じゃあもうあとこれだな。キバとチャージってどっちが強いんだ。見てなかったけど攻撃力、中にちょっとわかんねえ。なんか杖攻撃してきたら怖い。いやジャッジメントもなんか怖えな。まあ多分やることはもう一緒なんで加速します。一斉射撃、連携かけるとかけるか。またはい、さらに連携できる。属性亀がすっ転んだ。そういうことか、生きるか死ぬかみたいな。よし、サンダーダメージ上がってる。生き返らせるものがないからな。いや、どんどん連携消化、ヘルサンダー。いけ連携サンダー、一斉射撃でちょっと食らうけど、まあ俺がやられることはなさそうだな。連携熾烈弾倒した。363相思相愛、ロケットパンチ、うろヴィーナスだな。ヴィーナスは無理でしょう、どう考えても。ヴィーナス懐かしい、こいつあれが効いたよね。スタンで、サンダーキャーも効かないからライトサーベルしかないんだよ。切り方155、いけるか。ミスミス、いやー当たんない、攻撃が当たんない。必中系のものじゃないと無理だ。兵器必中だったっけ。ゲッ、出た、イージスの盾。いや、イージスの盾も使った段階でさ、スタンが効かなくなるよね。ちょっとサップマシンか、毒とか。イージスの盾を貫通するんだね。いやでも一発ダメージ狙ってやった方がいいな。イージスの盾かよ、貫通する。150だけど、え、どんだけ防御してくんの。兵器系をちょっと揃えた方が良かったかもな。ここの戦いのために兵器を揃えるっていうのはありかもしんない。クイーンカッター、クイーンカッター弱え。やることないから愛人とペットは、いやペットは攻撃していく、いいのか。ちょっとガラクタいくつ回復する。これもう一回回復させとこう。テンプテーション危ねえ。いやでもさ、これさ攻撃がなくなって終わりそうなんだけど。炸裂弾で倒せなかったらだってもう終わりでしょ。なんでイージスの盾しか使ってこないの。しかも毒斬りやってみる。サンダーも効かんしょ。ホックに勝ったスタン、こういう時に限って属性ガード無理だよね。いや毒も無理だし。てかミカニックスの攻撃がやっぱり当たんないのが痛いな。
少なくあと5個、5個使ってダメだったらチャージも当たんないんだ。そもそもなんか諦めるみたいな、諦めたいんですけど逃げられない。いやいや、もうちょっと諦めよう。この戦いはめんどくさい。やっと死んだわ。てかこれイージスの盾を貫通できる兵器があればなんかいけそうだな。ヴィーナス倒せそうなんで、ただ兵器をするのに金が必要だからな。結構使っちゃったからね、1万6000円しかない。まあいいか。まあという感じで、なんかっけ、冥界の闘技場だか忘れちゃったけど、亡者の闘技場でした。じゃあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。